アッポブラド・ブロジョンは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体。コマルカダ・テーラーでレモスに属し、またリベーラ・サクラ地区を構成する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は2066人。住民故障は、ブロロンズ、エサ、または、男女同系のピーブレンス。カスティーリア語表記は、プエブロ・デル・ブロラン。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.18%。アポブラド・ブロジョンは、ルーゴ県の南部に位置し、コマルカダ・テイラでレモスに属する。隣接する自治体は、北が、オインシオ、東が、サモスと、ホルゴーソド・コーレルト・キロウが、南がリバスでシル西が、モンホルテでレモスとボベダである。自治体中心地区はアポブラド・ブロジョン教区のアポブラド。 ブロジョン地区。アポブラド・ブロジョンは、モンフォルテでレモス司法管轄区に属するアポブラド・ブロジョンの主要経済は、第一次産業で、ついで第三次産業分野、第二次産業分野は、非常に少数である。農業分野では、ジャガイモ、トウモロコシ、ライ麦の栽培が中心で、また栗生産も、非常に重要である。作物は主に家畜飼料用で、 牛乳生産のための牛の牧畜、豚、羊などが飼われている。他には、林業がある。また、ぶどう生産も盛んで、ディオーリベーラ桜として知られており、サブゾーンのキローガビベ地区に属している。工業分野では採石業がある。サービス業は、自治体中心地区に集中しており、規模は零細であるが、観光、飲食業関係、またアグリツーリズムなどがある。 自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのホセルイス・マセーダ・ビラリーニョ。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック。4. アエ・ポブラデ・ブロラン。3. ガリシア国民党。2. ガリシア社会党。2となっている。アッポブラド・ブロジョンは22の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。